写真拡大。練習試合、阪神 5-0 広島、21日、沖縄宜野座。先発した岩貞は2回を2安打無失点、2三振を奪うなど手応え十分で、結果もゼロでいい実戦になりましたと胸を張った。今オフに数種類の投球フォームを試して引き出しを増やしたことで、この日は試合直前に足の上げ方や体重移動のタイミングを変える臨機通用して試合で使えたのは満足ですとうなずき、矢野監督も今日くらいが最低ラインとさらなる上昇へ期待を寄せた。8回から登板し、2回無失点の阪神浜地、9回にヒットを打たれた後に四球を与えたのは反省。変化球でカウントを取れたり、1球でアウトに取れたりという部分は収穫です。